ちゅうちゅうちゅうだね母親の声に応えるように病院のベッドで体を動かすのは当時生後7か月のレオくん愛くるしい姿を見せていましたがこの翌日レオくんは意識不明の重体に。 今も意識が戻らないまま5年が経とうとしています本当に今思い出しても涙が出るんですけどあの昼間と打って変わって本当に変わり果てた姿になっていて名古屋市に住むレオくんの母親は明らかに不審な点があったと語ります私の素人目で見てもあもうやばいことが起きたなよからぬことが起きたな 訴状などによりますと問題の始まりは2018年7月当時7か月だったレオくんはウイルス性の肺炎と気管支炎を発症長久手市にある愛知医科大学病院の集中治療室に入院していました症状は回復に向かっていましたが突然容体が急変しますの瞳の光をてて失っっしまって でずっと特殊なしゃっくりのような状況をしていてで口からはもう延々とよだれがずっと流れ続け出る状態で今にも壊れてしまいそうなガラス細工のように思えてしまって突然意識不明となったレオ君一命は取り留めたものの 30分ほどにわたって心臓が止まったことで、重度の低酸素脳症となり、5年が経った今も意識が戻っていません。レオ君の母親は、重大な医療ミスがあったと話します。病院長が、病院は真っ黒ですと、で病院に全責任があって病院は真っ黒だと。母親が病院から受けた説明によると、容体が急変する直前、レオ君のベッドの周りには、 看護師3人が集まっていましたそしてレオ君の体の向きを整えようと体を持ち上げて下ろした際気管に挿入されていた酸素を送る管が外れたといいます本来であればその場で速やかに医師に報告して再送還をすれば何事も起こらないんですけれども。看護師さんがその後 アラームが人工呼吸器などのアラームが鳴った時あに直後に左手で押しし込みましたさらに酸素を送る管は誤って気管ではなく食堂に挿入されていました当時病院側は酸素を送る管が気管から外れ食堂に入っていたことや看護師の対応に問題があったことは認めたもののいまだ原因の究明はなされていません。 事故が起きてすぐに他の病院にも連絡をしたんですけれども幼い子どもしかも呼吸器がもう事故によって24時間話せなくなってしまったということでなかなか受け入れが難しい受け入れ先がなく今もこの病院に入院し続けているレオ君。 レオくんの陰部を消毒する際に誤って通常の500倍の濃さの消毒液を使用化学熱傷を追うミスがあったといいます何度も事故を繰り返さないというのもそうですし命に対して真摯に向き合ってほしい去年12月ベッドの上で5回目の誕生日を迎えたレオくんこれが 今年のクリスマスマですね、まあ、息子は目も見えないんですけれども、まあ、少しでも季節を感じてほしいなと思って朝日が昇るのを見るとあ今日もまた一日息子と過ごせるなという思いが湧いてくるので両親は今年に入り業務上過失致傷の疑いで看護師3人を愛知県警に刑事告訴。さらに およそ1億7000万円の損害賠償を求め病院側を提訴しましたが事故から5年近くが経ったこのタイミングになった背景には息子を思う母の苦しみがありましたまあ度重なる事故と目の前の息子の命を守ることに精一杯でして息子を守るということに全力を尽くした結果今となったということです 問題の病院に入院し続けているレオくんを守りたい葛藤を続けてきましたが民事と刑事ともに時効となる5年が迫り決断しました時効が来たらもう息子の事故自体をなかったことに闇に葬られてしまうのではないかということで小さな子の前で大の大人が隠蔽したり。 ごまかしたりそんな恥ずかしいことはこれ以上してほしくないなとそして今日両親が真相解明を求める民事裁判の第一回口頭弁論が開かれました裁判で病院側は看護師は機関から管が抜けた可能性を疑ったものの認識はしていなかった管を押し込んだ事実も認められない と主張し、争う姿勢を示しましまた以前認めていたものを、この後読んで全部覆してくる、答弁書を読ませていただいた第一印象は、本当に見苦しいの一言ですね重大な事故を起こしているという認識を、まず病院には持っていただきたい。